私は京都にありますルイ・パストゥール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はスウェーデンや米国、他の国もそうなんですが、救急搬送が激増しているという報道が海外であります。そしてこれはコロナ感染症ではないというふうに言われています。救急搬送とか重症患者が増えている理由なんですが、原因は不明ですが、症状が多岐にわたるので酸化ストレスが関与しているのではないかと考えています。はい、本ビデオの用紙はスウェーデン、米国などで重症患者や救急搬送の患者が非常に増えているという報道があります。そしてコロナ感染症ではないそうです。血栓や心臓など多症状が問題ということで、私は酸化ストレスが原因ではないかと考えています。そして抗酸化治療の可能性もあると考えています。さて、こちらがスウェーデンから出た10月14日の報道ですが、救急治療室での重症患者の増加、理由は誰にもわかりません。記録的な月という報道で、スウェーデンのヨンショーピングとベーナームの救急治療室が非常に混雑しておりですね、どちらの診療所も通常よりも重篤な患者を受け入れています。なぜそうなのかは誰にもわかりませんが、責任者の方はですね、パンデミックの際に時間内に治療を求めることを避けた人がいることが一因であると考えています。しかし、このパンデミックの時に治療が避けたので重症化するかどうかというのは、これは病気によって、変わるのではないかと私は個人的には考えます。そしてこの責任者の方はですね、これが何であるかを見るのは興味深いでしょう、これについては確かな研究が行われるでしょうと述べています。さて、米国の報道を見てみましょう。こちらは11月4日の報道で、全米の病院で奇妙なことが起きていますというタイトルです。今アメリカで1日に新たに発生しているコロナの感染者数はほんの2、3ヶ月前の半分以下になっています。ところが全国の救急病院は完全に満員で、重症の患者が廊下で治療を受けているケースも多く見られる。そしてミシガン州にあるサロー病院の救急部では、主に腹痛、呼吸器系の問題、血栓、心臓の状態などが治療の対象になっていると言われています。そして4例の心臓の件を紹介しているんですが、1例目はペンシルバニア州の高校3年生が心臓の突然の事故で死亡、2番目は健康だった12歳の少年が突然死亡で冠動脈に関わる自然死だそうです。3例目はサッカーチームのバルセロナの選手がですね、試合中に突然ピッチ上で倒れ心筋梗塞と診断された。4例目はノルウェーのサッカーの試合でアイスランド人のプレイヤーがですね、プレー中に心停止を起こし月曜日に試合が中断されたという報道です。この記者の方はですね、なぜ多くの患者が突然心臓に深刻な問題を抱えるようになったのでしょうか、誰か分かったら教えてほしいというふうに記事の中で書いておられます。そしてこれらの国以外でもですね、イギリスとかデンマーク、ノルウェーなどでも同じような報道が散見されるようです。さて、ここからはコロナウイルスのお話に変わります。感染すると突如20歳老化するということでですね、新型コロナは玉手箱ウイルスだと日本医科大学の北村教授が警鐘を鳴らしているんですが、まあ、ともかくいろんな症状が出て急に老化するということなんですね。これは私がよく使っているスライドですが、コロナに感染するとですね、 ROS と書いてある酸化ストレスが非常に増えて、サイトカインストームという免疫の暴走を引き起こして重症化するということが明らかになっています。そして新型コロナの後遺症に関してはですね、非常に多岐にわたって、酸化ストレス病であるということが考えられています。さて、コロナ後遺症の治療ですが、対症療法、ステロイド、漢方薬、鼻うがいが一般的に行われているんですが、私は抗酸化治療も有効ではないかと考えています。これは新型コロナウイルス後遺症で抗酸化配合剤を飲まれた123名のデータなのですが、効果ありと答えた方が半数以上おられます。これはアンケートなのでエビデンスレベルは低いのですが、近々某国立大学で
コロナ後遺症の患者さんに抗酸化配合剤の臨床試験が開始する予定です。現在、新型コロナ感染者の後遺症、ワクチン副反応の症状に悩む方々へ抗酸化配合剤の無償供与を行っています。どうぞこちらの URL から申し込んでください。抗酸化研究室についての情報です。